今日はゆうがご飯いらないそうなので、ちょっと私のご飯とテーピング、ゆうがいつも毎日胸にしてるテーピングがないって朝言われたのでそれも買いに行ってきます。いつもテーピングをなんかもうあと一巻きぐらいのギリギリのところで言うんですよ。いつも2個買いしてるんですけど、あと1個になったら言ってねっていつも言ってるのにね。じゃあ行ってきます。今日はもう簡単にレトルトカレーと、これなんか家にあったね、もうこれでご飯済ませます。あとなんかゆうが帰ってきてお腹空いてたら大変なので野菜のスープを作っておきます。いただきます。油入ってきます。シカクリーム塗ります。今日は優が風邪をひいてるので食べやすいうどんを作りたいと思います。はい、お願いします。すいません。具はかまぼことエリンギと残ったもやしとわかめです。ね、シンプルに、わかめ柔らかい飲み込めるやつ。そう、喉が痛くて飲み込めないの。ちゃんと食
べやすいように少し薄く切ります。優しい。みーちゃんは扁桃腺炎になったことある？あ、うん、大体みんなあるよ。うん、あ、私わかんないのかね、扁桃腺炎なのかは知らんけど、一回カンボジアの前かな、うん、か風邪っぽいっぽくなって、あ、なんかちょっと、そう、その時は扁桃腺とかが白くなっちゃった。それやばいやつだ。そう、でも書いてあったやばいと思って病院行ったら、あ、それあの何、こう体が頑張ってバイキン出してくれてるから大丈夫、放置してって言って、え、放置して痛かった。いや、めっちゃ痛かったけど、やっぱ何日かしたら治った。その痛みの残った皮もちょうだい、うん、食べる。全然できてるか。あ、全然残らんかった、綺麗。よし、喉が痛いだけなんですよ。コロナではありませんね。今日の次は JK ポーターズでーす。思ったじゃん、音が。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。バイバイ。早く寝ます、この人は。バイバイ。